俺、波平君、俺あのダパンプのトラックメーカーになったやつ、水野モーゼ、水野一回じゃあ修之助代表行けばいいんじゃない、もう一展開いかんかみたいなあ、今やる、今じゃ今日のゲストはこの方です、長浜よしきと言います、よろしくお願いします。フリーランスで記者をやってます。はい、でもフリーランスで記者やってるけど、うん、僕の3割ぐらいはなんかよくわからないろんなことをちょこちょこちょこってやってて、うんうんうん、楽しくやっております。あ、いいですね。一度あの魅力トークでも出てもらってるので、もうあのラジオ版ね、うん、めちゃくちゃ音反響してた時の、そうそうそうもう早くも2回目登場よし、え、ゲスト今今2人、波平だろ、波平くん、あ、俺、波平くん、俺、俺、はい、そうそうなんだ、そうそうそう、だから普通に考えたら次波平くんそうそう、今日は86回、元86回のね具志堅大輝くんのお店に行こうかなと思ってるんですけど86回っていうのは懐かしいな、そうそう、ちょっと86回ってさ、あれ名前受けるよな、あれがまあ、うん、よしきと俺の出会いというかそういうことだもんね、多分ね、多分、あとはまあ何名かいて、うん、それでじゃあ1986年生まれみんなで集まろうかみたいなことで、しかも当時フェイスブックとかが一番盛んだったんじゃない、あ、出始めとか、そうそうそう、でミクシーからアーリーアタプターみたいな人がどんどんフェイスブックに出てきたみたいな感じになった、そうそうそう、あ、なんだ人ってこんなに簡単にくっつく、つながれんだっていうタイミングじゃなかったプラスなんだっけ、あのもうみんな帰ってきて、沖縄に帰ってきて、はい、何するわけでもないからひとまずちょっと人脈広げようぜっていう時に、わかる、あの、うんうんうん、まず、うん、だい、あれ何歳ぐらいか、25とか、うん、456、そうだね、普通に大学卒業して新卒で入社したやつが 2,3、うん、年経ってあれこれ違うんじゃないかって迷う、そうそうそう、迷い出す時期、そう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 、これってでもあるあるなんだな、あの時さ、なんかたまたまみんないいんじゃん、沖縄に地元にみんないるなみたいな感じだったけどそれってめちゃめちゃあるあるなんだろうね、うん、24、5、6歳で一旦自分を見直すっていうのは、うん、俺24、5で一回2となってるから、え、そう、22から24で旅人して、うん、はいはいはい、でその年になんかマスコミの入社試験を受けるはずだったんだけど、はいはいはい、釣ったもんであって、うん、1年やらんってなって、おうおうおう、なんか毎年で食いつないでた感じだったから、うん、あ、なるほどね、やっぱりじゃあ何もまだ決まっていなかった、そうそうそう、だ第一期不安期、はい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 、そうね、どうでした86回今思い返したら、なんかフェイスブックとかでさ最近よく何年前のこの写真ですみたいので、ほら86回の写真を上げてる、うん、この出てくるやつだろ、そうそう、同級生がいっぱいいるんです、よくいるんですけど、うん、今振り返ると別になんか86回って何するわけでもなかったじゃん、なかったね、運動会したりとか、運動会したな、あと、まあ、飲み会したりとかで、うん、でもなんかほら他の地域の同級生と会ってて、うん、そいつがまた面白いやつ出てきてみたいな、あれよかったよな、だからそれ結構ほら、うん、今までつながってるものとかもたくさんあるから、うんうんうん、まあでもその第一期のさ、なんだ、悩ましい時期だったじゃん86回って第一期悩ましい時期、うん、俺もそうなんだけど、うん、第二期来てんかみたいな感じがするわけよ、いや、というのもなんかみんなちょっとある程度あの落ち着いてきて、うん、もう一展開いかんかみたいな多分あの時はもう時間がめちゃめちゃあったから、25、6の頃っていうのは、うん、だしどこの馬の骨でもない状態みんな確かにだから人とつながるっていうのがすごい楽しかったんだけど今ちょっと油断すると 1,2 年友達と会ってないだとかあるさ、 あと一人で遊んでるのが楽ってのそう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 。だからこうやってそう一人で遊ぶのに何の不安もなくなったって、うん、そう、 もうどこでも行けるよね、思春期の頃とかよ、うん、一人で峠越すのもうなんか、うん、俺って友達いないのかなとかって、うんうん、別にタイミング合わなかっただけやし、そうそうそう、帰るタイミングの問題だろみたいな、そう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 、俺も一人でよく、あ、友達連れて必ずトイレ行ってたな一人で行けよっていうとこなんだけど、そうトイレ行こうぜって誘えた、トイレ行こうぜ、 水飲もうぜ水飲みに行こうぜ、油断すると人にも合わんからさ、確かに意識的にもう油断したら余裕したら余んな、マジな、本当じゃないとちょっともう仕事こなしてるだけで
また5、6年経っていきそうな気がして、やっぱり絶対今2期入ってるだろ。入ってる入ってる、2期入ってる、2期入ってる、今2期入ってるテンションの悩みだったもん、ね、あ、本当？え、2期、え、過ぎたの？どういうこと過ぎたって、もう今またどういうこと？2期過ぎた、あの4年前に会社辞めて、留学行って帰ってきたのが多分2年半前かな、うんうんうん、なんか自転車操業でやってて、うん、俺大丈夫かこれ、うん、大丈夫かこれってなったけど、うん、もうどうにか1年半我慢してたらどうにかなる。すごいな、どうにかなるってどういうこと？びっくりしたよマジ、びっくりしてるやつだ俺。もう今スピリチュアルなこと言っていい？あ、どうぞどうぞ。宇宙に感謝やつだ。あ、これ素晴らしい素晴らしい。宇宙に感謝まではいかないんだけど。いや、していいよしていいよ別にもっと身近なところに感謝 したいんだけど。おー、すごいね、1年で形になるってすごいよな。やべえと思って、もう何でもやろうと思って、うんうんうん、いろんなのにいろんなことやってたんだよ。よしこれなんかあの時に時間あったから、よしきやれよなんてよく声かけられてたけど、やれやるって言ってやってたら、なんか多分人間は持ち駒多い方が掛け算とか融通効くようになるって気づいた。ほうほうほう。だからその金ないから何でもやるよって言ってる期間が多分1年半ぐらいあって、はいはいはい、そこが徐々にブーって繋がっていって、ほうほう、プンってきたから。へえ。だからよかった。なんかでもそれってすっごい精神的なさ、あのあれ必要じゃない、はい、何年続くかもわからないしさ、だから最悪、うん、最悪台湾で青森バー開こうかなって、もうそこに、うん、最悪それやろうと思ってて、うん、だから大丈夫。青森バーまた逆にじゃあできるんじゃん今、うん、昔お話聞いたけどさ、うん、面白そうだよね。なあ、うん、しかもあの黒糖と青森しか出さないっていう、なんかあめっちゃいいさ、本格派封じして、うん、あの別に腐るもんがないから、腐るもんじゃないから やってるっていう。なるほどなるほど。で、意味やかなスーツか着てから。なるほどなるほど。ちょうなくてやってました。なんでちょいさ、あの騙してる感じで言うの。いやいや、いや別にいいでしょそれ。いいビジネスだと思うよ。それも含めて。あ、なるほどなるほど。そうか、なんか今他になんか狙ってるビジネスというか、なんかあのアイディアある？あとあの、うん、ある知り合いの社長に、うんうん、よしきロシアでうどん屋やんねって言われて最悪それがあるから大丈夫と思ってる。どんなよそのなんだかその担保、さっきからどうしくっても一応最悪それがあるから大丈夫と思って。あ、なるほどね。あ、それいいな、もうどうしくってももう結局それで食うんだっていう担保さえあればね。そう、勝手に俺がセーフティーネットを感じてるやつ。そうよね、それセーフティーネットなってるかっていうのにだって台湾で泡盛バーなんてさ一番のあれじゃない、リスクな感じもするけど。え、でも逆にでも那覇のなんかこういう今若さのこの辺に、うん、なんか韓国人がやってる、おうおうおう、あのマッコリバーあったら一応勝ち目あるやし。あ、勝ち目あるね。でそれっぽい散らしていろんな地域のキムチとかを、それっぽいとかさっきから、観光がまた回復していけば、あの反動多分すごくなると思うぜ、コロナ後の反動。わかる。俺速攻どっか行きたいと思うし、うん、多分速攻沖縄に行きたいって思う人もいっぱいいるやし、うんうんうん、絶対ある。しゃ、じゃあまあアコギな商売やろうぜ、やっぱ。アコギな商売このタイミングでじゃあやっぱり何だったその泡盛バーやる必要があるよな。全然詳しくもないくせに。だから何でそんな、いいだろ別に。よしき今あれもやってんの、編集とかもやってんの。何の？動画編集。動画、うん、まあ一応あのコンテンツ作りに行くかんで。あ、コンテンツか、うん、さっき面白い仕事あったぜ。元ダパンプの雪成氏が、おうおうおう、アカペラで歌う If の一節があって、おうおう、その動画が先輩から送られてきて、おうおう、これにトラックつけてって言われた。どういうこと？え、もしもにつけるってこと？そうそう、もしもルル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 までの一節があって。なるほど。これ何かって言ったら、うん、動画制作やってる先輩がいて、うん、でそのサンゴの大切さを啓発するような動画を作ってて、うん、でその出演者の一人として雪成氏が出てて、うんうん、でその台本の中で、うん、もしもサンゴがなかったらっていう、うん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 、のがあって、はいはいはい、それアカペラで最初やって普通にやろうと思ったんだけど、うんうん、やっぱなんか IF の音あった方がいいよな、うん、だけど IF そのまま乗せたら、うんうん、あの問題だから、はいはい、IF っぽい後ろつけてって言われて、うんうん、結果、うん、あのダパンプのトラックメーカーになってるんですか。あ、そういうことだよな、そういうことだよな、そういうことだよね。いや、というのも俺もこれさ、うん、ちょっとドライブトーク続けさせてもらって、うん、まあ沖縄のお笑い芸人うん、をやっぱ回らせてもらいたい。いいねと思ってるわけよ。いいね、いいよな。一
回じゃあ朱里之助代表行けばいいんじゃないか。そうそう、だから朱里之助代表今狙ってんだよね、うん、そうそう、でラムちゃんとカレー食ったりとか。あ、面白そうだな。ラムちゃんの話、うん、絶対俺直接面識ないけど、うん、目から鱗の話多分いっぱいあると思うから。おー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 、そうよね、うん、っていうか一番頭切れるでしょ多分、うん、だってわざわざ日本まで来てさ、こうやってゲームやって、ガヤクで人笑わしきれるか言葉でって話になってくる。すごいよね。あとほら、沖縄のさお笑いってさなんか前半後半に分かれてんなって思ってて最近。木？そうそう、多分リップ以降リップ以前かなって俺はマジでパッて思うわけよ。ちょっと、うん、その心はを聞きたいな。あ、いや、うん、だってなんか俺が抜け、多分前期にの一番ケツにいるのは俺だと思うんですよ。リップが入った直前ぐらいに、うん、もうシャモ、その前にも三日月マンハッタンもしゃもじもみんな東京行って、みんな東京行って、うん、で一番遅れて、スリムクラブはもっと早い、もっと早い。そうそう、ただこの人たちっていうのはもうオリジンの創世期でお笑いの、うん、だって俺そう見てたもん、ちっちゃい子の時笑っていいじゃんでしょ、劇場で、うん、そうそうそう、いいじゃんでも見せたし、うんうんうん、あ、ヒューマンステージにも行って、ヒューマンステージ行ってた俺。そうそうそう、それのこのもう森立ち上げ期の皆さんがいたんだよね、うん、で俺も多分そこにギリギリ入ってんだけど、そっからやっぱりもうリップと小刻みのリップが台頭してきて、うん、そっからまた新しい、まあ、シュリ君も入ったり、うん、形になっていって、でメディアも増えてきて、であとは前期の人たちはリップ以降のことをあまり知らないわけさ。逆に後期の人たち リップすらもそんな直接的な関わりなかったりするわけよ。あ、そうなんだ。うん、だから、まあ、そりゃそうだろうな、東京行っちゃってるしな。そうそう、もっと言うとマネージャーの元いたオリジンだところのマネージャーもこのやっぱ前期に入ってるし、あのこのサーネーさんの友達だったりして、とかみんな結構こっから以前と以降に分かれてんなと思って、だからそこ逆に知ってるなと思って俺。だからなるほどなるほど、そうそうそう、はい、前期の人も呼べるし、まあドライブトーク頑張ればね、 あとは今もう第一線で沖縄で頑張ってる皆さんもお呼びできるし、はい、面白いよね。あ、それ楽しそうやし、うん、何第一回も俺だから、そうしたら、うん、いやいや俺が楽しそうってやらせてってたんだそう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 、そう、そこも面白いわけだから、うん、みたいな感じで逆に、うん、あとはそういうアーティスト、うん、それもお呼び、お知り合いの方ね、ああ声かけれるし、うん、そういうマルチな YOSHIKI、HIROKI とか、まあ、経営者でも呼べるさ、うん、お話もしお願いしたら、うん、っていう感じでどんどんちょっと県内のその活躍してる人とこう話していくっていうのをやっていきたいなと。いい、それいいよな。車の中で徹子の部屋やるんでしょ。そう、いいな。そうそう、俺を、うん、で沖縄だけさ、この、うん、沖縄だけで芸人をあんなに集めきれるとか、ほら東京芸人大阪芸人とかってやって、うん、なんとか芸人っていうのって、うん、多分地方都市福岡とかはあるかもしれんけど、はいはい、日本料理と琉球料理みたいな感じでジャンルとしてもあるさ。お、確かにそうだね。で音楽とかも沖縄の人だけで、沖縄で活動してる人だけでだいぶいるさ。だから俺沖縄だけで M ステもできるし、そうだね、沖縄だけでアメトークもできるし、そうだね、沖縄だけで爆笑やバトルもできると思うよ。あ、そうだね、確かに確かに。 で思春期の僕らはそういう番組を通して知ってきたはずやし、うん、そうだね、どんな人がいるかって。そうだね、そうだね、うん、マジでやってほしい。あと辞めた芸人にもいける、やめてる立場だから、そうそうそう。で今ちょっとアガリエマサキ、あのログインのアガリエさん、テンションアガリエさん、テンションアガリエさんとか、FC琉球のそうそうファンの、そうそうそう、はいはい、もっと言うと政治家も呼べる、呼べるね、呼べる、政治家呼ぶ、来るか分かる、呼べるね。今メインはそれなんだっけ、あのメインは記事書く、すごいな。あとデスクみたいなのもやってる。だいたい3つぐらいの媒体に出していて、うん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 、来月末だけど、あ、来月までが糸満の市場の管理人は、おーおーおお、そう、糸満の市場の管理人やってて、そしたらよりもっと、動きやすくなってくるね、時間の拘束がなくなってくるわけだからね。それは否めないですね。なんかどういうふうに活動していくとか決めてるんですか。やっぱよ、この取材して記事にしてって繰り返したら、うん、まあそれはそれで成果物的なのも生まれるけど、うん、人と知り合えるさ、どん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 。そうだね、あれいいよね、それすごいよね。なんかこうやって人と出会って出会って、うん、なんか結局
食えてますみたいのがよしきって感じがするな。何してますっていう言葉ではなくて、まあちょっと何でもやというか。俺もだから一個に絞るの諦めた、うん、ああそれがいいよ。なんか歯いなかなんて言われても、うん、でもそうやって生きてる人もいるよって言って終わる。それがいいよな。しかもそういうウェブとか今後一番の主流にもう今もなってるけど、 もっとさらに加速していくから強いね。だからでもほらどうなるか分からんから、うん、頼れるところいっぱい作ろうと思っていっぱいいろんなことやってるって感じで、最悪、うん、ダメなったら、うん、台湾で、あそうね、ライブをしてエセの何エセとか言えばわざわざ分かる側しの雰囲気とか出して、いやいいだろ、ね、青森もこうやって出して出せばいいだろ、北斗もなんか意味やからこんなんでつまりから意味やからんとか言うのを言えばいいだろ別にそれいいよ別にいいことだから、うん、いや俺もちょっとさ、うん、そのセーフティーネット、うん、俺も入れていいそこ。じゃあうどん部屋ある？あ、それもらっていいじゃん。